お前、5年前誰に喧嘩を吹っかけたんだ。近江連合直参、合流会2代目会長合田隆二、今から会いに行く近江連合会長合田陣の息子だ。会長の息子。バカだった。俺はそいつの罠にはまったんだ。罠？ああ、5年前合流会はカムロ町にちょくちょく顔出すようになっていた。狙いは旧道島組か。いや、東城会の幹部だったら誰でもよかったんだ。近江は東城会をつついて関西におびき寄せる腹だった。当時荒れていた俺はまんまと合流会の挑発に乗った。関西に乗り込んだんか。一人でな。合田隆二ってやつと差しの勝負するために関西へ飛んだ。だがそこで待っていたのは殺だった。銃刀法違反でパクられ臭い飯を5年も食う羽目になった。まああんたの10年に比べりゃまだ短い方だがな。俺はその合田隆二ってやつに借りがある。それを始末しねえとは東城会背負って立つなんてできねえんだよ。そうか。言っておくが近江連合ってのは半端じゃねえ。裏でどんな話しかけてるかわからねえ。杯の話用心してかかった方がいいぜ。ああ。桐生さん。ん？いや。うん。ああ。ああ。
え？よろしく頼ます。何見とんねん。泣かすぞてめえ。時間食っちまった。ねえ。Thank you.
気に入ったぜ。さ、行くか。いらっしゃいませ。どちらまで行かれますか？そうですか。また。Oh, my God.
手間取らせやがって。すまへん。おい、いらっしゃいませ。お客さん、こっちの人やないね。ああ、旅行でこっちへ来たん？いや。じゃあお仕事？まあそんなところだ。おい、おなごの数が少ないやないけ。支配人はどこにおるんや？ちょっと目合わせたらあかん。この辺で有名な薬剤さんなんやって。あ、はい、お呼びでしょうか？関西でわしらのテーブルこないに寂しいする店他にないで。すみません。頭下げる暇あんねやったら色っぽい姉ちゃん業さん引っ張ってこんかい。ええ加減にせ。もうええ。あ、親分さん、ありがとうございます。親分さん、さすがやわ。貫禄あるな。当たり前やがな。お前さん、この仕事してて親父のこと知らんのかい？未来の近江連合のドン、関西の竜や。覚えときゃ。へえ。どないしました？あ、こいつのせいでか。ちゃうわ。お前今何言うた？は？覚えとらんのかい？え、あ…席外せ。自分なんか…親父さんの前で言うたらあかんことがあるやろ。あ、いや…ええから早う謝らんかい！すいませんでした。ほら、みっともないで。はよ席座らんかい。山田、悪い。わしと杯交わしてからなんぼや。2年です。そうか。親父。で、さっき言うたこと思い出したんかい？え、あ、いや。まあ、飲めや。はい。いただきます。これで思い出したやろ。早い言うてみや。これ、関西の竜。関西の竜って言ったんだ。ちょっとあんた、落ち着かねえ店だ。待て、我よくも口にしたの。
おめえらがもう一度聞きてえと言ったからだ。人の話盗み聞きしくさってこら！あれだけでかい声で喋られたら嫌でも耳に入るぜ。うら！舐め腐って大阪湾に沈めたのか。覚悟せや。お見事や。すまんことしたわ。うちの若い衆は血の気が多くてのもうお帰りですか。お前らといると酒がまずくなる。あんたは大した男や。気に入った。さっきのお詫びとして怒らせてください。断る。近江合流会のおごりですぜ。わしの顔立てたってくださいや。合流会。よし、この店で一番高い酒持ってこい。はい。ほんまにええ度胸しとるわ。うちの組にもあんたほどの男はおりませんわ。関東の方やな。ああ、そうやろな。あんたほどの人が関西におったらすぐに噂が広まりますさかいに。お近づきの印にお名前教えてもらえまへんやろか。これは失礼。わしは近江連合合流会二代目の合田龍二と申します。ゴーダ。近江連合ぐらいはご存知でしょうが、日本で一番有名な大門ですさがいに。ああ。で、お名前は。名乗るほどのものじゃねえ。わしもこうして腹割って話しとるんです。名前ぐらい教えてもろてもええやないですか。キリュウカズマだ。堂島の竜、東城会の桐生カズマさんですか。いや、そんな男は知らねえ。兄さんも人が悪いわ。驚かさんといてください。まあでも本物なわけないわな。本物やったらこんなところで酒飲んでられるわけないわ。どうしてだ。本物やったら今頃それどころやない。必死こいて戦争の準備しとるはずや。ああ、せや、せっかくやから教えます。さっきわしが切れたわけ。なんだ。わし関西の竜と呼ばれんのが気に入らんのです。
龍はまだい。関西が嫌なんです。龍に関西も道島もありゃしません。極道の世界で龍と呼ばれる男は一匹でええんですわ。あんたもそう思いますやろ。まあな。あんたとは気が合いますな。これも何かの縁や。ついでにもっとええ話教えさせてもらいます。今夜の12時ちょうど、カムロ町に派手な花火がドカンと一発打ち上がるんです。花火。わしが仕掛けた花火です。一世一代の祭りが始まるんや。祭り。その幕開けの花火がカムロ町に上がるんや。そして明日、道島の龍は死ぬ。何？それでわしは本物の龍になる。少し喋りすぎました。まあ桐生さんはごゆるりとくつろいでってください。ああそう、一つ言い忘れましたわ。明日出かけるなら香水の一つでもつけていった方がよろしい。どういう意味だ？あんたの体からプンプン匂うんですわ。血の香りが。桐生一馬さん、ほうな。仕掛けた花火、12時、一体何が始まるんだ？先ほど午前0時にカムロ町のミレニアムタワーで爆発が起きた模様です。詳しいことはまだ分かっていませんが、爆発が起こったフロアには暴力団関連の事務所があるとの情報もあり、事故以外の可能性もあるとのことです。これが花火。
ついに始まったか。